どうも、寺です。今日もミンゴルやっていきましょう。ということで、現在のコスがこんな感じになってます。ピラピラと、まああとクラブはカイザーショットで、カイザーショットの方も、スピン力を高めました。スピン180、本当はもうちょっと上げたいんですけど、まあとりあえず180にして、ボールもスピン力を上げました、130。それで、まあとりあえずこのスタイルでやっていこうかなと思うんですけれども、何をするかというと、ただちょっとね、暑さ対策しないとさすがにダメだから、まあこれでいくか。結局これでいくか。で、クラブは変えよう。クラブは変えます。ブレ読みがね、ブレ読みができるかどうかだけど、できないんだよな。よ、いきますか。あ、それでもやれるか。ラントナ、5周年カップ第5弾。こちらで、今日は深淵ミンゴルをお見せしようかなと。この奥深きミンゴルの謎を解き明かすということで、まあ、ある程度経験値はついたかなと思って、あとまあ必要なクラブとかも揃ってきたので、いろいろ試せることがあるかなと。まずはカイザーショット2発あるんで、第1ホールと第2ホールに使いますと。でここ通るので、通すか、を打ちます。で、最初にブレ読みします。ちゃんと読みます。右ブレかブレじゃないか、どっちだろうな。これ風の関係もあるからブレなしかもしんないな。この感じブレなしで考えていいかな。ここに落とすということ。で、1。なんかね、レンズ使ってみてたね、ここの、ギザ読みとか、ギザ読みすんの。でも、ギザ読みした結果、あんまそう大してなかったからね。まあ、さらにブレもあるからね。50秒。まあ、時間ないけど、まあ、ここ大事なんで。これは、残りが74ヤードです。74ヤードのこれ。2だな。2ブレ。ういっ、ういっ。にして、3.0 だけど、これで、まあ、無風でいいや。無風、低反発にしよう。低反動にしよう。ぴったりで打つか。ちょっと、場所がよくわかんないんで、ちょい強めで打ちました。こんな感じ。なるほど。そして、スピンがかかると。時間がない。残り1秒。遊びすぎた。ブレなしでいい。ブレなしでいきます。考えブレなしでいきます。狙えるね。ずっと狙えるね。6メーターの風。で、会所で、ここなんですけど、まあ、飛ばさなくていいかなっていうオチ。ちょっと弱めに打とうっていうことですね。弱めに打ちます。右ブレかな。右ブレか。ブレてたね、今。あんまり角度をつけたくない。ついてるね。1個だな。で、これで十分。で、低弾道打つか。
まあ2発あるから無風一発打つんですけど、普通に弱めに打っ、まあいいか。で、さらに弱めに打ちます。ここ。OK。まあこういう感じと。で、ちゃんとスピンが効くと。うん。だから、2打目打つときに、角度がない状態で打ちたいっていうのはあるな。調整して、はい。で、最終ホール。こちらが、ブレなしと判断したので、ここですね。140なんですけど、140でいいか。まあ、ここをあえて158にします。何が起きるかというと、ぴったりで打った時に手前に落ちるんですよね。で、140でぴったりで打った時に奥に落ちたので、この状態で打てばいいんでないかと。つまりぴったり穴に入るんじゃないかなと。一応、ブレ見ますわ。第3ホールですが。ということで、これで打ちます。まあ、考えが良ければ、これが調整の値になる。あー、外した。外したらダメよ。うん、こんな感じか。あ、右ブレだったんだっけ。いやー、むずいね。おー、長長い長い。最後にやっぱりファラオがあるんで、暑さ対策はしないといけない。だからこの構築は、まあ暑さ対策がなければ別のコースでやれるんですけど、まあ良し悪しですね。検証が終わらない。行きましょう。だから一回やったら大体情報つくから、この辺で打ちますと。で、ブレチェックはちゃんとします。上の雲で。うん、右ブレ。ジャッシュじゃないけど、一応右ブレという仮判定をしておきます。で、2打目はブレが違いますと。で、残り80、100m 以下なので、まあこれ1は確定なんですけど、1の3とかかな、1の123にして、下低弾道打ちます。で、ぴったりで、よし、ずっと外すな、やっぱりあれだ。いやー、いや、わかんないんだよ。結局のところ、ジャッシュできてないから、うん、距離が間違ってるな。右ブレだったと。
行きます。右上だからまあどうすかな。で弱めですね、ちゃんと弱めに打ちます。弱めに打つことが大事。はい、結構右にぶれますね。うん、右、うんだ、どんな感じこれ。2でいいかな、2でいいかな。 2はやりすぎかなって思うけど、この辺かで無風打ちましょう。ここはねいいんだ、ここ弱いな。うん、ただ雑種ができない。いやーダメか、この辺かなかな。あ、まあいいや、最後ちょっと、これ今回の検証のネックなのがインパクトの円が小さいのでジャストショットできない、そこですね。で、これ3ぐらいだと思うな、結構ブレてるから。でこの PW じゃなくて9番アイアンにします。で無風、こうすることによってぴったりで打った時にちょうど穴に入る位置に来るはずという予想があるんで、久々来た。3はやりすぎか、こういうこと。うん、なるほど。なるほどね。まあちょっと強めに打ったか、ぴったりではなかった。その分が出た。まあただやってる意味はあるかな。ちょ、ここの普通にあのなんだっけ、一人でゴルフとかで練習できるのかって言ったら、まあ練習できないんですよね。そのブレ読みを最初のショットで、あの球の形で判断しないといけないので、まあそれちょっと別ゲーなんですよ。とりあえず前のホールでの情報を集めた上で、あー 4m の風なんかな。で雲でいきます。うん、左、左ブレ、77で2打目はブレが違う、2だね。で無風低反発低弾道で結構悪くなかったから、でいやちょっと強めか。でジャッシュ無理、ジャッシュはできなかったけど入る可能性はある。いや違う、
のスピン力を生かしてどうにかしたいとは思ってるんですけど、左ブレだったね。つまりここで気をつけるべきは左ブレです。会所でこの辺にしといて、まあそこまでブレはないでしょう。このぐらいにしとくか。で弱め、うん、あぶな、傾きがないところで、傾きあるか。はい、2は絶対かな。でそれ以上は考えないだけど、まあ横2にしとくか。でした。でムフ使います。これ雑所でよかったっけ。いや違う違う、かなり弱めだ。焦った。 OK、 OK じゃない。もうちょい強めかな。もうちょい強めでいい。2の2、2の4が正解だったか。傾き、つまりそれは半分だ、約半分。2の4は、さあ最初俺いきましょう。左ブレ、結構な左ブレなので、右3とかそっちで合わせますか。この間隔1、2、3、これでよしと。でこれですね、9番アイアン使います。そして何をするかですけど、強めには打ちません。ぴったりでいきます。そして雑所してくださいそして雑所してください。あなたの仕事は雑所することです。こうなると、まあ、結構左だったね。左ブレがまだ取れてなかった。相当ブレてたね。まあこれはれっきとした練習というか、ホールインワンを取るための、確実にホールインワンを取るための、あのなんか横のブレの練習ではなくて、縦の距離の練習、距離のつかみ方の練習。はい、あのクラブの番手によって落ちる位置が変わるので、そこをかなり簡略化して攻略するっていう、そういうやり方なんですけど、うまくいってません。なぜなら雑所できないから。クラブを変えるか。
第3ホールだけが重要で、それに対するアプローチを今やってるだけなので、ちょっとクラブを変えますか。今のクラブのその設定は、第1ホールでも第2打目でホールイン取りたいみたいな、第1ホール狙いっていうのもあるので、4メーターの風、美味しいんですけどね、この。ただそうするといろいろブレるんだよな。ここでよかった。まあまあ、でも2メーターの風だもんな。この辺かな。で、雲を見て、ジャッシュ。ブレなし。ブレなしと見た。うわっ、うわ、大丈夫大丈夫。ブレなしか。で、これは2だな。2で必ず左に落ちます。だからこれでよし。必ず左に落ちる。強めに打ちますか。強めに打つんだっけ。強めに打ちます。いや、ずっとこんな感じだ。ずっとこんな感じ。左に落ちなかったな。一応このクラブでの研修はこれが最後に、これで最後にしようかなと思います。で、ブレなしね。 OK、 ちょうどいいわ、ブレなしだから。よっしゃ、行こう。で、ここは OK で、全力はしません。全力をしないで、この辺 OK。ここでもブレなしを確認します。で、傾きがあまりないところに落とせたら最高なんですが、落とせてないと。2だね、これ2だ。でもまあいいんじゃない。無風で140の AW140 の AW、 このぐらいか。これね、このぐらいかな。だー、キャリアハイ、これが限界。まあ傾きも想像のつくところで押さえといて、まあそれが限界か。まあ練習あるのみですね。そして最初オールと。で、ここは PW ではなくて9番アイアンを使って、もうブレなし、ブレなし決まりだから。で、ぴったりで打てば、球は穴にちょうどジャストで入るという予想。ぴったりがむずいな。位置がわからん。こんぐらいかな。OK。
最後なんとか。よし、位置を見よう。いやー、飛んだ飛んだ。これうまくいくと思ったんだけどな。意外に曲がる。OK、危な。ダメだったか。二段階動かすっていうのがな、あるか。それやるか。このクラブでの検証はこれで終わりとしたんですが、まあ別にここでもできるか。つまりここ今9番アイアンになってるんですけれど、これを8番アイアンにすれば、球が手前に落ちるっていうのを利用して、この高低差10ヤードあるんですけれども、まあ10ヤードの場合はいいんじゃないかっていうのはあるか。じゃあ行きましょう。ぴったりで打つと、落ちるところ、場所を見てください。落ちる場所を見ると、トン、おい、銃だな。まあいろいろあるね、考え方。落下地点10の場合とか、そういうところだな、目安なんで。だからまあ1個でいいけど、なんでうまくいかなかったのかな。これね、これすごくリニアかなってるんだけど、うまくいかないんだよね。今回も10ヤード。ジャッシュしろよ。落ちるとこを見ましょう。今度は奥に落ちると思うんですよね。球。ほら、奥に落ちる。これが、そうなんですよ。だから考え方間違ってないんですよ。いいんですよ、これで。だから番手を上げれば球は手前に落ちるんですよ。まあ今ので、であとは横のブレーさえ修正すれば行くはずなんですけど、うまくいかなかったんですよね。なんでだろう。まあ 100% はないか。かなり最後は自信あったんだけど、まあいいや。じゃあ、最後にちょっとコメントあったんで、それをやります。第2ホールがエイムショットで、第3ホールが何でしたっけ、マスターピースならうまくいくんじゃないかと。まあ試す以上はうまくいかせたいんですけど、まあ最初のホール捨てホールだから、まあどうしようかな。捨てホール、この辺にして、で無風にして下で、雲を見ながら打ちます。全力打っぱ。ブレなし。まあ若干左っぽいけど、まあブレなしって考えていいでしょう。この若干左っぽいっていうのを考えておくと、第2ホールはやりやすいか。
そんで、角度を見て2だね。まあ正確には2以上だから1、2、3、こんぐらいやるか。3まだか。4、もう出血サービス5で、ここは無風しか打てないで、強めか。いやー、まだ右に行く。かなりやったんだけどな、フォロー。かなりフォローしたんだけど、どういうこと？何これ？ 3 だったか、元。決まったな。じゃあ、外れそう。よし、オッケー。気持ち左にぶれてそう。はい、でメデューションにして、左にちょっとブレてるので、ここはもうちょっと右かな。まあ 6m の風もあるし、フォローは取れるでしょう。で、弱めに打ちます。こんぐらいかな。うん、まあ気持ちだな。まあほぼやっぱブレないか、ブレないと考えていいか。で、ここに落とす。進んで角度1下、エイムショット打ちます。んでパーで、いい、よかったよね。よかったんですよね、やり方間違ってなかった。これでいい。結構頑張ってるんだけどな。まあここはですね、スピン力が足りないので決定力がないと。まあどうしようかな。いやー、まあちょっとだけ調整しよっかな。微調整あります。えっと、これね、切ってるところがクソだな。もうあの直にバーに当てることを狙って、158のその次175で打つ。マスキでぴったりここですね。 OK、 なんとか決まった。うーん、いや左にブレてるな。ちょっと微調整しただけだとダメか。距離は、うん、なるほど。悪くない。まあ、ざっくり右1しとけばよかったってことですね、今のは。距離は悪くないっていうのかな。あの、前のショット何だったの、あれ。まあ今後も勉強しつつって感じですね。一応まあブレの勉強はある程度やり、もうかなりの時間やったので、
縦の勉強しようかなっていうかところですね。最後の穴に入れるっていうイメージのショットを打つ、その勉強しようかなと思います。うん、他にも試したいことがあるんですけれども、ちょっとねこれ最後のファラオゾーンが、このコスチュームじゃないとできないっていうのもあって、まあそれは別の機会にやりたいなと思います。ここまでご視聴いただきありがとうございました。次回のミンゴルもよろしくお願いします。失礼します。